皆さんこんにちは、ペダヒカリです。久しぶりに南の方にサイクリングに行ってきました。こういうアップダウン地形もたまにはありですね。琴電高松実行行きがやってきました。狭間駅周辺はアップダウン地形で、列車も狭間駅まで登ってきてはまた下っていきます。今度は向こうから琴電琴平行きがやってきました。列車通過時の時に勝手に動く自動ポイントの音に少しびっくりしてしまいました。こんなに間近で自動ポイントの音を聞くのは初めてかもしれません。続いて岡田駅にやってきました。
田駅で上りの高松築港駅と下りの琴電琴平駅が行き違いです。ここにも自動ポイントがあったようです。続いて土器川にやってきました。橋を渡ることでもいいですね。最後に琴平の JR と琴電が交差する場所にやってきました。共に前へ。琴電は派手な塗装が多いですね。JR の普通列車が琴平駅に到着です。こんな風にこの場所では JR と琴電の両方を楽しむことができます。さっきの共に前へが琴電琴平駅で折り返してきました。そして後ろから2700系ナンバーが加速していきます。この動画が良かったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。